どうも、空中ボーイの宮田です。ということで、関東カーファン芸人が行く2泊3日名古屋旅行、現在11時50分金曜日、こちら新宿駅、おなじみのバス新宿からね、ここから夜行バスに乗って名古屋へ向かいたいと思います。今シーズン名古屋に行くのは初めて。前行ったのは2年前かな、カープ戦見に行ったんでね、それ以来というところで、名古屋飯もたくさん食べて、オフ会も開いて、ワクワクの名古屋旅が始まります。楽しんできます。ということでね、名古屋に着いて早速モーニング行林カフェに夏木さんに連れてってもらいます。よろしくお願いします。行林こっち向いてる。うん、うまっ。めちゃくちゃしっとりしてますね。ね、ひよりの飲み方みたいな。本当だ。食べるの申し訳なくなってきた。めちゃくちゃいい匂いすんな。食べていきたいと思います。うまそう。いただきます。うまい。エビがめちゃくちゃ甘いわ。うまいな。このご飯の塩加減もちょうどいい。いや、ここの天むすめちゃくちゃ甘いな。千住さん、これはうまいわ。うん、いや、いい味だし、うわ、これ飯いけちゃうね。うまっ。うまい、最高や。最後の1個、こちらです。うまかったー。でね、まこさんからまたこの紙パックのちょっとね、アクエリアスもらいました。はいはい、ペットボトル入らないんでね。ペットボトル入れないんですよ。そうですよね。紙パックでいいと思ってきてるんですけど、ね、いや、ありがとうございます。ね、交流戦終わりの初めてのリーグ戦ということで、バチバチやりましょう。バチバチやりましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ボリューミーだ。美味しいね。うまいわ。これめっちゃうまい。今1位になっただけあるな。割とでもお腹すぎるし、肉厚。あ、うまいな、確かに。美味しい。で、腹がちあるわ。知らないんで。マジ、おいおい、マジだ、おいおい、おい、がいてー、ありすぎな、ありすぎ、おい、なんぼあんじゃん、マジがあるねー。ということでね、今日は大学の同級生トモヤと一緒に行きます。そういうタイプじゃないだろ、お前もっとワイワイしてるタイプだろう。これ絶対うまいやつ。うん、まっ。このな、濃厚だよな、このドテヒのあれ、これがやっぱたまんないわ、マジで。ご飯めちゃくちゃ進む。
まい。お肉ふわふわ、めちゃくちゃ柔らかい。マジで最高やな。試合負けたことも忘れるわ。これすごいね。2日目の朝は店元祖台湾ラーメンのお店に行きました。もう創業も1962年ということなんで、今年で64年目かな。うん、64年目、のね、元祖台湾ラーメン。開店してから10分ぐらいしか経ってないですけど、もうこんなに行列できてね、楽しみですわ。珍しいお水出てくる。相当辛いチョコ。辛そうや。辛だわ。結構水っ気の強いね、鶏ガラスープ。うん、うまい。麺はそこまで辛くない。スープが辛い。めちゃくちゃ辛かった本当に。この前広島でね食べた激辛つけ麺よりもだから全然辛い。もう唐辛子をもろに食ってる感覚でね、めちゃくちゃ辛い。マジで涙出るほど辛かった。このシップスターの何塩せ海のせい焼き塩いただきますで、サイン2号レナさんカープファンサイン2号です。いやありがとうございます。本当にこの前もねベルーナドームでたくさんの差し入れもらって、今回も朝も頑張りました。はい、ナイスでした。アポニッチということでね、チャーさんにこのチップスターの手羽先味限定もらいました。ありがとうございます。食べます。食べます。いやー今日やりました。大勢最高でした。アポニッチ。うまい。やっぱレモンかかってるから割とさっぱりしてる。うまい。でも味はさっぱりしてるんですけどね、なんかソースがめちゃくちゃ濃厚でそれが癖になる。めちゃうまっ。
第1回空中ポニー日向のお迎えに集まっていただいてありがとうございます。まずいろいろ漢字をやってくださったなつきさんに拍手。ありがとうございます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 。ということでね、これからの空中ポニー日向のチャンネルがもっともっと大きくなるように皆さんもこれから応援してください。はい。はい、ということで乾杯。あ、フェニックスタイム。フェニックスタイム。私の地元広島からですね。もみじまんじゅうを今日は。おー。あーら、未来さんまで。あー、メダルサブレー。おー。出た。ちょうど行ってた試合で勝って。本当ですか。6月21日ってもう。昨日？昨日。えぐい。未来さんに地元のうなぎパイとタイガースの、ね、みんなにお配りさせてもらって、お配りしてもらって、ありがとうございます。アポニッチ。ありがとうございます。今日も最高。最高ですね。アポニッチ。いやもう広島からね。よく広島。すごいですよ。400キロ？500キロ？6時間ぐらいかかるんで。ですね。これ帰んないかんの今日楽しかったです。いや、ありがとうございます。本当にまとめありがとうございます。アポニッチ、アポニッチ、カジムありがとうございます。アポニッチ、アポニッチさん、アポニッチ、アポニッチ、アポニッチ。今日はしっかりとカープのカープファンということで、ね、本当にありがとうございます。おかげさまでちょっと気が楽になります。俺にもカープファンのファンがいるんだって、ね。記念すべき第1回のオフ会ありがとうございました。この席閉まりもあってね、ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう僕はね、もうこの将来このちっちゃいチャンネルちっちゃい時からこの応援してきた皆さんにもうどうにか売れて、もう全員パーティーに招待して僕がお金を出してそのパーティーで全員楽しんでもらうっていうのがね目標なんで、その度頑張ります。頑張ってめちゃめちゃ良さだよね。昇進の心に染み渡る。うまい。松本ひなたです。
5列目 D ですね、5点。ありがとうございます。はい、ということで自宅に到着しました。いや、名古屋遠征ね、もう試合こそはカリステにやられて、またも1勝2敗負け越し。これで対中日戦は3勝6敗ということでね、なかなかドラゴン戦が出ない。出たらね、もう試合には負けたんですけど、その一杯名古屋の茶飯楽しませてもらってね、夏木さんにはモーニングごちそうになったりと、本当に楽しかったね。本当に楽しかったです。で、オフ会ね、もうやろうやろうと去年から言ってた念願のオフ会、それをね、まあ、夏月さん幹事のもと開いてもらって、でも思ったよりもね、集まってくれて、俺本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、もう去年の WBC にあった栄作さんだったり、広島からね、自家用で片道6時間の道のりをね来て、その日大雨洪水警報の中帰ったフェニックスさんだったり、あとね、ドラゴンズファンで来てくれたひろみさん、甲子園で試合を見てから乗り込んでくれた未来さん、同い年ぐらいかなと思ったらめちゃくちゃ先輩だった元気で感じしてくれた夏木さん、そして親子で参戦してくれたヒム親子、カープのユニフォーム着てたけどね、実は阪神ファンだったという、少し騙された形になったけど、いやでもね、本当に楽しかったですわ。いや本当にありがとうございます。皆さんがしてくれて、もうこれからね、広島だったり大阪でもやろうと思うので、ぜひぜひ皆さん参加してください。はい、ということでね、本当に楽しい思い出ができました。ありがとうございます。で、ドラゴンファンの人にもね、試合前試合後とか結構声かけてもらってね、嬉しいなと思いました。もうカープファンはもちろんね、ありがとうございます。ということで、次参戦するのは東京ドームで、遠征だと7月2日の松田での阪神戦、ということになるので、また見かけた方いたらぜひ声かけてください。ということで、今日も一日お疲れ様でした。アポニッチ。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。